投資の複利効果ってどういう意味でしょう。ファンドマネージャー歴25年のベテランが答えます。とても良い質問をいただきありがとうございます。最初に分かりやすい銀行預金の例でお話しします。利息のつき方に単利と複利があります。利息に利息がつくのが複利です。利息には利息がつかず、元本にのみ利息がつくのが単利です。年利1年間につく利息 10% の預金に100円預けたとします。税金はかからないものとして計算します。単利1年後に10円の利息がつきます。100円 ×10% イコール10円。2年後にも10円の利息がつきます。2年後には元利合計120円になります。複利1年後に10円の利息がついて預金額は110円になります。2年後には110円に対して11円の利息がつきます。110円 ×10% イコール11円。したがって2年後には元利合計で121円になります。単利ならば2年後に120円、複利ならば2年後に121円です。1円の差は利息が生んだ利息です。途中で現金を引き出すことなく利息を再投資し続ければ長期のリターンは高くなります。それが複利効果です。ご質問は預金ではなく投資の複利効果でした。投資の場合毎年必ずお金が増えていくとは限りません。 20% 増える年もあれば 10% 減ってしまう年もあります。それでも長い年月をかけてお金が増えていくとすると、途中で売ったり出金したりせずに投資し続けた方が複利効果で長期のリターンは高くなります。楽天証券インスタグラムでお金&投資の質問を大募集。投資を始める勇気がなかなか出ない人も、わからないことがあればいつでもご相談くださいね。毎週投稿されるストーリーズから気軽に質問してね。